ローラン・シュバルツはフランスの数学者である。今日シュワルツ長関数と呼ばれる長関数の理論を構築による業績で知られる。修正のトロツキストを自称していた。また、ブルバキのメンバーの一人である。ミシェル・ドブレトは親戚。1915年にパリでアルザスのユダヤ人の家庭に生まれた。エコール・ノルマルとパリ大学を卒業。第二次大戦前はナチス・ドイツに フランスが無条件降伏して、占領軍がやってくると、ユダヤ人であった、シュバリツや彼の家族も身分証明書を偽造するなど、生存のために、あらゆる手段を用いた。あるホテルに占領軍がやってきて危うく暗殺され、そうになるが、なんとか危機をしのいだこともある。配偶者も数学者であり、大学時代の友人でもあったが、病弱であり、結核で致命的状態になったが、 奇跡的に復活している。当時は結核は富士の病で隔離され、現代におけるエイズ患者のような取り扱いであったと述べている。戦後はナンシー大学でブルバキのメンバーと共に教育や研究にあたり、後にエコールポリテクニック教授に就任している。ナンシー大学時代はブルバキ主要メンバーが集結するなど優れた環境であったが、ナンシー大学について、 二流大学であり、優秀な学生が少ないことに嘆いていた。ベトナム戦争では反戦運動を行い、実際にベトナムに赴いて数学を教えたりしてた。その時電気も使えないベトナム人が電磁気学を理解できるのかどうか疑っていたが、実際にベトナム人は理解していたようである。ポリテク時代は反抗的な学生が悪ふざけで教室に像を。 連れてくるなどと批判している。一切ノートを取らない主義で有名であり、学生時代も数学関連の内容など全てを記憶していたが、後に考えを改め晩年はパソコンすら用いていた。また幾何学的直感が皆無で、初等幾何学の具体的図形などは全く理解できなかったが、しかし証明や論理構造は完璧に理解できたため、幾何学の授業では困らなかったとも述べている。 著名な業績としては超関数の理論を構築したことが挙げられる。本人は超関数理論を発明したと強調して主張している。これによって物理学や工学ですでに用いられていたが、数学的基礎づけに欠けていたヘビサイドの階段関数やディラックのデルタ関数なども正当化され解析学の適用範囲を大きく広げた。彼はそれに関する業績で、 アメリカの方のケンブリッジで1950年に開かれた国際数学者会議にてフィールズ賞を受賞している。超関数の理論は変微分方程式やポテンシャル論、スペクトル理論などの解析学において重要な概念となっている。また佐藤美希夫はシュバリッツの超関数理論をさらに一般化した超関数理論を創設した。ありがとうございます。